こんばんは、うん。今日はちょっと帰る時間が押しちゃったから帰る時間的に帰る時間できないので、ね、今してるチーズは本当に。セバさん、15分だけします。そうもう、ね、鼻水がやばくて。鼻水がもう、やばい。皆さん、さっきは国体公演ありがとうございました。カナウの生誕、国体公演ありがとうございました。お、今日も可愛かった？資源を買ってくれたおかげで、無事、今日の夜にはあげられそうです。ホームレベルが23年はずっとありがとう。めっちゃ美味しいよ。本当にありがとう。え、見て、何これ。てかさ、みんなにさ、聞きたいんですけど急に TikTok ってさ、いつ載せるのがいいんかな。みんなさ、いつ載せるのが見ますか。いつ載せるのがいいのかな。6時くらいなのか、夜か夕方か、どれぐらいの時間がいいですかね。お弁当箱に。おひーちゃんもしてんの。そう、ひーちゃんも始めた。なんで、なんでひーちゃん始めたの。ひーちゃんも始めたの。ダイエットが使って揚げた。すごい。今日は、今日はなんか白いでしょ。白いんだよね。なんか昔のカメラみたいな。え、どっちの方が昔のカメラ。え、めっちゃ綺麗じゃん、こっち。なんで。え、ふわふわしてる。うん、ふわふわ加工してるんでね。やばい、いろんな声で。てか、G でか。おばあちゃんですか。だって見えやすいでしょ、こっちの方が。おばあちゃんですか。でもこれの携帯で配信することあんまりない。ああ、なるほど、うん、そういうこと、ね、そういうことね。ねえ、いつでも見る。夜の方が見る。ありがとう。え、じゃあこの後載せたら見ますか、皆さん TikTok。 どうしようかな。今日載せるか明日載せるか迷ってます。好きで載せてない。太りました。お互い載せてない。太りました。ブンブンブンさん、ありがとう。なにこれ、魔法使い。ありがとう。いや、もういない。初めて。俺んかと思って。もうマック食べたい今日。じゃあこの後載せますね、 TikTok 見てねじゃあ見てね、皆さん見てくださいね。見てね、見てね。サラダチキン、ヘルシーだね。そういうのバカ食べるけん、それ。マック食べるねえ、響きマック食べたい。ポテト。でね、今日はね、久しぶりにサイドポニーしました。サイドポニー、サイドポニーしました。もう響きもハラハラしてましたよ。漢字がなんか読めない。かわいい。昼くらい
可愛いですか。キビキビ食べたいんだけど。ありがとう。ありがとうの。ありがとうの。じゃあ皆さん15分経過したら教えてください。そうサイドポニー、なんで開演遅くなったか、まあいろいろありまして、いろいろありまして、そうですね、いろいろありました。はい、ギフトありがとう。笑うようなことか。半々そう声ね、頑張りました。今日もマネージャーさんから龍角散ダイレクトをもらって、喉は目舐めて頑張りました。今日聞いてくださいよ、皆さん聞いてください。聞いてください。響きの前髪だったんですよ。調子よくなかったですか今日。今日あんまり崩れてなくてですね、こう見ても分かる通り、こう見ても分かる通り崩れてないですよね。あ、神戸追加した、イエイ、嬉しい。白くないですか今日。ケープね3つ使ったんですよ。こうやって車巻きしてるからね、いつもよりねいい感じです。素敵、テンション上がっちゃった。それでテンション上がった。チェックに見てくれ。もうリオは寒がりだから、寒がり、うん、もう普通に世間が寒いからダウンです。もう早くにダウンデビューしました。前髪が素敵、もうね幸せ、この前髪、この前髪よ、前髪。あ、この後写真撮ってよ、この後 X 載せるよ。あ、歌よかった、ほんとに。やってみても多少は崩れてましたけどそうなんですよ、皆さん聞いてください。握手会、あのツーショット会かサイン会のやつが、全部極小が2個っていうか2つありました。嬉しい、ありがとうございます。ジャンプ極小です。嬉しい、ありがとうございます。いや、ハモった、嬉しい、ハモった。そう、え、なんかこんなに早い、こんなに早くにジャンプ極小出るの初めてだから超嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、ジャンプ極小、ジャンプ極小、ジャンプ極な天使のリオちゃん、窓辺からやがて飛び立つ。え、なんか、かわいそう。いちご先輩、あ、主権さんありがとうございます。ぜひフォローしてください。マジでやばい、本当にやばい。
ね、騒がしい。騒がしい。公演後じゃないみたい、みんな元気だね。いや、なんかみんな公演前の方が逆におとなしくて、公演終わったらもう元気。そう、逆なんですよ。あ、ハロー、ありがとう。嬉しい。今日の髪の毛ちょっとね、ちょっとねと思ったんだけど、まあいい感じか。かわいいよ。かわいい。うん。かわいい。かわいいよ。かわいいよ。声もうんだ。あ、ありがとう。かわいい。あ、ブログ読んだ？そうです。今日はリオツンブログの日です。読んでください。え、決めてるんですか日？うん。褒めて。毎週載せてる。嬉しい。え、嬉しい。ファンからしたら絶対嬉しい。あ、そっちね。嬉しいだよね。ねえ、足持たないで。え、なあ、ゆまさんでいっちゃったよ。もう、ふくらはぎ揉まないで。ふくらはぎ揉んでくる。このお肉。お肉言うの。ゆまさんのお肉。鍛えられてますね。ほんま？肉じゃない、鍛えられてる。あがち。12分ぐらいだったらいいでしょ、私リオさんの座って。あ、でも12分経過。もうずっと座ってくる。読みます。8から行きます。あ、結構いいよ、マッサージ。確かに。うん、あ、それは嫌かも。あ、私マッサージめっちゃ得意なんです。マジで、うん、ママとかね、めっちゃやる。お小遣い稼ぎ。いける。ね、お、何枚？あ、通社さんインク尽くし、ありがとう。嬉しい。ももさん、ミカエルさん、アンナさん。え、待って、もう時間？マーテさん、もう時間かな？ありがとう。どうなんだ？みんな終わるから。確かに。え、もう15分経つ。あ、もうすぐ13分。じゃあそろそろ読みます。13位、今日はエランチさん、ありがとう。12位、日笠田家さん、あ、間違えた、ムムムさん、ありがとう。11位、東野武さん、ありがとう。10位、台湾高尾さん、ありがとう。9位、シュウさん、ありがとう。8位、ゆずけちさん、ありがとう。7位、シャカラピーさん、ありがとう。6位、コアラさん、ありがとう。5位、鈴鹿さん、ありがとう。4位、あつよしさん、ありがとう。3位、よしこくくんさん、ありがとう。2位、むかしからじんさん、ありがとう。そして1位はドゥル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 バーン、じゅんさん、ありがとう。シャイドポニー、ありがとうございました。皆さん、今日は僕対公演カナの生誕祭ありがとうございました。ありがとう。この後 X と、あとみんながね、見るって言ってくれたので、TikTok この後のしようと思ってください。あとチェキサイン会、皆さん、リオは12月14日の人なので、来てくれたら、あ、申し込んでくれたら嬉しいです。おすすめは3枚です。あと11枚シングルのお話し会も受付中なので、リオと握手したりね、話したり、ツーショット撮ったり、サイン書いたり、楽しみましょう。ね、残部極小もすでに2個もありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとう。あ、 TikTok はあのスタジオの TikTok 見てください。スタジオの方です。
スタジオの TikTok 見てね。あ、テロップ出た。それでは終わります。短かったけどありがとね。ありがとう。また明日。バイツーン。バイバーイ。